鹿鼻じゃないですよ。でも入って入ってくるのか。あとはホマですな。なんでリスだ。ホマどうも皆さん、私の宇宙船へようこそ。私がキャプテンのゴジュース、お願いします。イエイエイ。本日もレジェンドメンバーのこの方、はい、お侍ちゃんです。お願いします。そして、はい、懐かしの魔女ロカナギサです。夏の花木さちゃん。はい、ということでございまして、イニシエ3ということで、イニシエ3にやってきた。、はい、そうですね、このメンバー揃うのがね、久しぶりでしょ。絶対センター、絶対センター、お侍ちゃん。違う、今日はこの順でやるだけだから、センターじゃないですよ。なんかやだやだ、不動の不動のセンター。いや江戸界の、いや江戸界が少ない、ここが少ないんだから。ということで、いやでもお二人やばいですよ。どうしました。昼です。昼ですよ。そろそろ昼です。大丈夫ですよ。ここから巻き返しのゴージャス。あー、なるほど。油乗ってきた。この後、ね、すごい、うん、逆襲のゴージャス、ね。油乗ってきてね。なぎさちゃんもちょっと油で終えってなっちゃうぐらいのね。私はちょっともたれちゃうんでね。そうそうそう。イニシエなんで。イニシエはね、油がもうダメだと。対話が、対話がフレッシュじゃないと思う。今ね、さっき話してたのはね、お肉どの部位だったら大丈夫っていう話ですから。ロースかなみたいな。体調の日、いい日の昼しか食べられない。そうそう、昼だけ、昼だけ。もうやっぱ夜の肉重たいよね。重たい、わかるわ、みたいな。イニシエメンバー、イニシエメンバー、イニシエ3。皆さん大丈夫ですか、食べてみてくださいね。結局、はい、みんなこうなるから。そう、いずれこうなる。結局ちょっと予行練習って感じでね。今ね、一緒にやってる直輔ちゃんとかね、ほうちゃんとかも結局ブラックオイル食べられないわってなるから、結局ね。見ててごらんね、オープニングトークが、そう、サーモンと中トロからね、本当に白身魚の話になるって来るんだから、もう来るんだ。魚の話来るんだよね。うん、そこら辺も楽しんで年を重ねていきたいです。そういうことでござるよ。はい、じゃあ、はい、はい、さあ、ということで、今回も最強青にやっていきたいと思います。前回はね、はい、とりあえずまあちょっと驚いた感じを演出してみましたけど、うん、あ、演出だったんだ。あ、わざとやったんですか、あれ。やっぱりね、はい、この最強は鬼っていうブランドがありますからね、はい、それに私たちもね、ちょっと一喜一憂しなきゃいけないなと思いましたよ。はい、ああ、演じてらしたんだ。騙された。そうなんですよ。プロモーションみたいなところありますか。そうなんですよ。それはごめんなさい、それ失礼しました。本当になんか飛び跳ねてますよ。リアクションされてるのかなってちょっと思っちゃったんです。さすがです。アクターだ。もうプロアクターじゃないですか。すごいですね。そうか、じゃあ学ばせていただきます。お願いします。やっぱね、いいゲームを引き立てるいいアクターは必要なんですよ。なるほど、なるほど。すみません、我々はなんかね、素でちょっと驚いちゃったしてたところがあったんで、すみません。本当すみません、その素人。あなたたちはまだ仕事してないですかね、前回ね。あ、してないですか。え、めっちゃ書いた。してない。あ、じゃあ出て仕事しましょう。頑張る。そうですね。今日はあなたたち仕事しないとお昼ひじきだけですから。ひじきで。ひじきはひじきで結構ね、体にいいから。体にいいので、海藻はね、本当にいいんですよ。昆布と、あとほら、ひじきでほら、豆にいるでしょ。豆もすごいいい。大豆いいですよね。大豆がね、タンパク質がいい。食べ過ぎがね、注意なんですよ。さあ、行きましょう。はい。さあ、戻って。さて、新しいとこですね。新しいところは、もう、今、そうね。さっき出たね。お花。お花。上の方のあの一番右のところが選べるとメモになってます。ほら、はい。先生がお花、先生がお花を持ってきてくれた瓶に入れて並べる赤は好き。私と違うから、私は赤。青鬼のこと？おお。え？ひらめいた？ん？そうだよね。あ、え、青鬼くべるってこと？いや、くべれないでしょ。ビビあんな、くべれない。あんな、え、血祭りってこと？青鬼を瓶にくべる？火にくべる。間違えた。とりあえずね、うん、見ましょうかね。はいはい。はい、お、ありますね。ありますね、もう花瓶が。
こっちにもある。いっぱいありますね。赤1、黄色3。うん、おお、うん。手前が赤。うん、ああ、これあれじゃない？側面によって分けるんじゃない？なんか黄色のやつ赤にするとか？これは並べ替えたりするんですかね。何？何？え？何？なんか今叩きました。チンチンって言った。チンチン。言いましたね。あれいけるのはここしかないのか。じゃあここでなんと。うん、チンチンって言いました。なんか、音が違うんですよ。なぎさちゃんの前だと、下ネタ大丈夫ちょっと待って、ちょっと待ってください。もうさ、もう俺たちはそれを下ネタというふうにはもう捉えないよ。何してんのかな、ね、何してんのかなって思う。ただ叩いただけやった、うん、小学校高学年の話じゃん、それも。いけるっちゃいける。少年の心残ってますね。少年だった。うん、いけるっちゃいけるけど、ここはいけないそうだけど、回ればいけるのよ。ああ。黄色の花も、あれですか？どっかあれなんかね、それこそ扉、そう変えたりして、扉の開くところが変わってくるとか、うん、扉の、あれ？これは叩けないんですか？さっきなんか、でもちょっとカーソル、黄色くなった。ありましたね。なんであったの？え？アップしすぎかな。あ、ダメですね。もうちょっと上ですか？これは違うのか。あれ、さっきもあったのにね。謎。うん、こっちはいけない、うん、で赤いのが、あ、ここは赤と黄色に違う。巡回してる風はないよ。でもそうですね、足音聞こえない、ね、まずはここの謎を解けっていう感じなんじゃないですか、うん、はい、これが同じ配列なんだもんね。これ鼻抜けたりとかしないってことですよね。鼻はね、抜けない、無理ですね、うん、じゃあ花瓶はこのままっていうことですね。色を揃えるわけでもなく、あ、いけた。これは？え、チンチンならないよ。ほら、ならないですね。でも黄色くなった。一回なってもう出ない。ああ。赤い花だけ？うん。赤い花が好きなの。どこか行けないところがあるってことですよね。だからそのために謎解くってことですよね。あ、めっちゃ花入ってる。ここはもう、あ、押せない、うん。赤い花だけ、チンチンね。あ、こっちが、うん、まあ、ゴールのところですね。はいはいはい。じゃあ謎解かないといけないので。あ、これはここだけ。あ、そこだけだ。赤のとこだけ開くみたいな感じなんですかね。3回。あ、あ、うん、1、2、3。花の本数も違う。ほんとだ、4本。でも動かせないってことですか？動かせない、うん、だから順番に、あ、順番に叩いていくとかですかね。はいはいはい、ちょっと四角描いて。四角、え、じゃないじゃん、四角、花じゃないじゃん。地図書いてほしい、地図。ああ、そういうことか。ここが 5、うん、ゴールでしょ。地図苦手なんだよ。地図苦手なの？地図苦手なんです、ね。あ、でも、入り口から出たところに、まず一本ずつありましたよね。ここが4本、はいはい。これ一番下の段でしたっけ、一番下の面で、一番下で、ここが3本。4本？これ4本の、ここが4。はい、そこ4。うん、4の、音3。音3、はい。M3。はい、音3で、ここゴール。ゴール。はい。じゃあ、左の辺に行きます。左の辺来ました。左の辺は、見えない。ああ、行き止まり。見えない。でも、1個、情報1だった気がするなぁ。あ、あれ1ですね。これ、走ってるから息が。ああ、びっくりした。上がってるだけです。急に出かけます。これ、どっち？もう一回もう一回。これ左スタートね。こうスタート。はい。ん？あ、これスタートね、スタート。ここスタート、スタート。はい。で、さっきのが、これが花4。スタート、ここ、はい。はい、じゃあ、ここの、はい、こっちから、はい、はい。こっちから行きます。ここが、
3花3回これ3ですね。花3ですね。はい、花3、はい。音に、はい、花さん音に、こっちは花に、花に、はい、音に、はい、これは何？に、あっち花さんか、はい、あっちの対面なんだ。ああ、そう、床を見て文字、ああ赤文字ね。和歩文字気づかないから言って、こうやって、はい、あ、ここが1ですね。あ、ここが、この辺、ここが1かな。 1、はい、はい、音聞きます。はい、2個。なんであそこだけ3なんだ。謎。これで花瓶赤 4個だけですかね。1、2、3、4。順番的に花の数？これが1本、2本、3本、4本ですね。花の数、あ。でもあとは全部2回ずつです。花の数で言うと？ここが1、2、3、4です。逆時計回り、はい。そうですね。1が、花2本。2が、これが1本で音2回です。音2回。これ2本で音2回。2回。3本で音2回。4本で音3回です。そっか、じゃあ、うん。どっかでリセットして1から叩いていくみたいなことはできるんですかね。そうね。うん。リセットみたいなのもないのか。1本、もう1回ここから始まって、次、2が上に。2本のとこ。順番に叩いてみよう。あ、ええ、うん、どこやマジで呼ばれてる。なんか来てる気がすんな。後ろからでしょ。後ろですね。だから怖い。あ、無理じゃないですか。これ無理、無理、隠れられない。やだ、急に食べられる。おー、うまい。頑張れ。どう、大丈夫。おー、マジで、おー、すごい。巻いた。で、すっごい、うん、いや、普通に言ってるけど、すごい普通に言ってるけど、すごくない？すごい。ユッツさん、分かってるか？いや、オープニングで言ってたじゃん。はい。すいません。もう、記憶力はもうないので、もう。テレレレンって言わなかったっけ？テレレレンって言いました？あ、謎解けたよ。あ、解けたのか？謎解けたよって。え、本当ですか？うん。わかんない。あ、だから来たってこと？そう。あ、そうか。トリガー。で、はい。どっかが、じゃあもう、できてんじゃないですか。うん。これ、また時計見ないと。ん？時計じゃない。え、分かってんすか？分かってんすか？うん。え？入ってないはず。あれ？あった？ヒント。え？お！いや、すげえ！音か！音か！おー！音のやつで。ひらめきすごいですね。なんか今日音が2223ってことですか。え、わあ、すごい、すっごい咲いてる。最近のゴージャス動画でありえないひらめき。ありえないし。ええ、言ったじゃん、だからオープニングで。オープニングで、これすごいですよ。なんでこのさ、なんか勉強してないのにいい点取った中学生みたいな言い方。何だ、ちょっと中二な感じだろ。うん、常識ですけど。いや、すげえひらめいてる。あれ結局なんだったの。1、花の数の音の順だと思った俺は。1、2、3、4で鳴らすと OK ってことですね。そうそうそう。今4まで行ったんだよ。4、4行ったでしょ。4本のとこ見てきたでしょ。あ、そこそこ。全部そうですね。本数で合わせた感じですね。うん、すごっ。俺、巻いたのがすごいなと思って。巻いたのもそうですね。すごかった。逃げ切りましたね。もうダメだと思いました。振り返ったらもうダメ。明かりをつけて暗いのは嫌い。私を探して。懐中電灯か。懐中電灯ターン来た。私を探して。私って誰だ。なんかもう暗いとこじゃないですか。私を探してっていうのは何か、もう何かな。これ電池なくなっちゃうのかな。いやでも残量みたいなのないから。ゼロ一。あ、ちょっと待って帰ってきましょう。あ、しかもね、怪獣連ともまた毎回くれるんで。一一。大丈夫それ。心配になってますね、ゴージャスさんが。こう、こう、こう、
こうの方がいいってことですか？ 01？ もう全部11？ うん、はい、多分あ、懐中電灯がある。何これ懐中電灯持ってるけどね。53って書いてますね。え、どこですか？あの資料、資料のとこ。あ、53。何にも見えん。うん、だからまあ数が。懐中電灯つけられますか？もう持ってんじゃない？多分この机の上の懐中電灯つけたままにできないのかなって。あ、これ選べないんじゃない、うん、いや、これは持つだけだから多分。あ、そう、それも関係ないのか。うん、で、1、あ、ここで照らしたらどうなりますか？ここは何にもないです。数字ないかな。待って待って、これ吸っちゃった、吸っちゃった。吸っちゃったらつきますか？つくつくつく。つくつく坊さん。ついた？え、つくつく坊主って今おっしゃいましたけど。言ってない。言ってないですね。うん。あ、すいません。なんだろう、なんで俺が間接的に滑らされたみたいな。大丈夫か俺でした、今。俺だったのかな。そんなちっちゃいです。わかんないけど。大丈夫か、おさま。疲れてない。すいません。これで、ついたのこれ、消えたのどっちなのこれ。全部つけてくって感じじゃないですか、これ。ん？つかないですね。つかないんだ。つかないの？一回だけついてすぐ消えますもんね。ああ、でも、何かしらあんだな。なんかつけてつけて、最後ここだけじゃないですか、一回。順番かい？順番、なんか。あれ？なんか足音増えた。足音増えたな。増えてない。自分の自分の。13の部屋はあのスイッチとかなかったです？全部あると思う多分。これいや違う違う、足音してますよ。本当だ。ほらしてます。してるしてる。いなくなった。押したらどうなるんですか？10。うん、つかない。これも一瞬。本当だ、これも一瞬だ。うん、まずちょっと全部のマップをこう見つつです。うん、5個まであんのかな。ここは4までですね。4-14までじゃなかったです？でここゴールですもんね。うん、うん。あ、いますね。おぉ。どうする？いや、見よう。え、見ちゃうんすか？うん。来るね、怖いよ。来るんだったら。あ、ここ、なんて書いてた？ 14?24。あれ、バレてない？バレてない？あ、バレてますよ。なんかめちゃくちゃバレてない？ 14? あ、ここがゴールだったっけ？ここがゴール？入ってくんのかな？いけんのかな？ちょっと待って。いや、ここは聞こえないんですよ。ここは聞こえ、あ、あれ長いこといないですか？おぉ、いた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 。スタジオは全然声張って大丈夫ですよ。聞こえちゃう。聞こえないですよ。大丈夫です。どういうルートで？どういうこと？おぉ。あ、いた。14。これね。1枚。ここゴールですよね。うん、確か。ん？これ何これ？あ、これ、スイッチ一回、あの、パチパチみたいな。スイッチの手関係ない。これ、まだあるよ、これ。一辺だけじゃない。これ、四角よ、多分。ああ。かける？じゃあ、足していきます。真ん中通る。24。
22、21、21、大丈夫？次はここは 3じゃないの？31、32、33、来てる。あともう一個あったんだっけ？ 4 ぐらいありそう。41、あと01、そう、あ、10がね、ここにあった。11個だけ、そう、1個だけ解き出した。ここ全部暗いもんね。地獄、うん、地ですよね。あ、暗い。あ、あるね、入れるとこ。いや、ここ怖いですね。ちょっと暗すぎ。ね。何かあんのかな？ 44。これ中にアイテム1個だけあったりとかしたらややこしいなぁ。うん、あぁ。ねぇ。何かな？いやぁ。おっ。音聞こえんな。来てるかな？あ、なんかこれだ。あ、しか、暗い。どこ？どこや？見つかってる。あ、見つかってますよ。なんか見つかってる。見つかってますよ。あ、お行き止まりじゃない。大丈夫。お、行きます？行けるか。いた。どうす。お。おお。さすが。何がじゃないですよ。何かじゃない？そういうゲームですけど。いや、うわ。ちょ、数秒前の、いた！っていうあの顔を見せてやりたいですね。いた！あの達成感溢れる顔を見せてやりたいですけれども。何のこと？何のことじゃない ?42?41 のところの途中でしたね。うん、暗いからちょっと本当に音じゃないと分かんないですね。うん、どっか行きましたね。さて、でこれがさっきのもう一個先、うん、あ、本当だ、54、53でしょ。53ちょっと気になりますね。ほら、本人か、紙に書いてあった。そうだ、ここは電気つくんじゃないじゃん。つくんじゃね？ついた。あ、ついた。おお、あ、なぎささん、すごい。やったー、ひらめき。まあ、53見つけたの拙者ですけど。電卓っていいよ。32。あ、次32やつくんだ。あ、なんか入ってないですか？この順番か。なんか入ってないですか？タンス。あ、タンス、タンス。あ、タンス。あ、下から行く。関係ねえ。はい、ダメー。あちょ、ダメとかあるんですね。ミスとかじゃないですか。なんか、調べときましょうよっていう、やつじゃないですか。協力ですもんね。そう、協力ですから。はい、ブブー。ブブーじゃないんですか。大体がないんですよ。うん。うん。で、なんかもしかしたらあるかもしれないし。来週。あ、来週も来れるんですか、私は。収録はないけど。収録ないんかい。残念ですね。ただ遊びに来ただけかい。うん、で、32か。32。あそこ負ける。まあ、どうせだったらね。痛い、うん。これが、だからここはないけど、どっかに何かが入ってるっていう可能性がありますよね。そうですね。うん、53が32ですね、次ね。あ、次。32だから、2本隣。うん。いや、ここ暗いからさ。暗すぎー。逆、オッケー、こっちも。音はあんまりないから。突っ切りたいっちゃ突っ切りたいですね。うん、50。2本。うん。うん。2本右。うんですね。
あ、左か。うん。あ、左だ。うん、すいません。ここが4の、4のとこだもんね。ここが4で、うん、だから、この次。うん。の、あっちね、元あっちね。はい。うん、ここだ。いない。あれ、どこ行っちゃったかな？いや、でも、ぐるぐるしてるから、うん。うん、34。落ち着いて。落ち着いて、落ち着いて。あ、ここに、多分暗いとこが。あ、音聞こえてきたかも。つきましたね。おぉ。あ、足音する。隠れた方がいい。あ、どうしよう。ここにいれば大丈夫。中まで入ってこない。うん。どっかに多分。また数字。そう、数字があるはずですから。引き出しの中だ。うん、引き出し。うん、今度こそ？今度こそ。あ、ちょっと、なんか音聞こえます。あ、来た。どこかな？怖え。怖え。ここ暗いから見えない。見えない。影も映んなそう。うん。うん。あ、ちょっと遠ざかったんじゃないですか。開けちゃう？見せます？開けちゃう。見せちゃう。お。ない。あ、あった。なんかありましたね。近づけますか？見えないです。ここに、なんか絶妙っすね。あ、51。32から51。慎重っすね。1の方、こっちから行ったらいい。あ、1よ。1どっちだ。こっちが1のはずだから、逆。あ、これで左に行けばいい感じですかね。うん、そうそうそう。右？右だ。左か。おぉ、慎重に。目視したいね、なんかね。うん、そうですね。なんか、全然。突然会っちゃいますね。うん、そう。急に音聞こえるからさ。出会い頭でぶつかったら最悪だよ。ここかな。うん。あ、いない。いない。51？ 見ました。おー、すごい。合ってますね。着いたー。お、いい、いい床じゃないですか。なんだこれ。ペットのトイレ。あ、まあ、なんか動かせる、調べられる。42。そんな大胆にいっちゃうの。え、持っちゃってるけどどうすんのこれ。どこれ。え、持ってくってこと？持ってく。持っていくんすかこれ。なんか。おっ。持ってきますか。え、走んの。せっかくだし。走んの遅くない？あ、来てますよ。あ、本当だ。まあでも順調ですよね、なんか。かなり。うん。いい感じで。いい感じ。え、どうしちゃったんだろう。え？普通だけど。いや、異常だけど。このスピード。うん。多分異常ですけど。うん、まあでもね、捕まらずにいけてるって。いや、本当ですよ。すごいですよね。本当に、あの、一本分減らしてやろうと思ってます、本当に。うん、あの、スムーズに。スムーズにいけて。スムーズにいって。最近のゴージャスオーダーで本当珍しいぐらいの。いや、ありがたい、ありがたいですよ。やっぱ、イニシエ3のね、これはね。イニシエ3の。本当にあ、これ、我々の底力ですね。そういうことですよ。で、次、何番だっけ ?4、ん ?42 か。42。42。まだ近いですね。うん。近く。あれ、後ろか。あれ違う。え？あ、多分隣の通路とかなんじゃないの？大丈夫ですか？マットレス持ちで。すごい。めっちゃバカ力じゃね。置いていけよっていう。あ、ちょっと遠ざかっていったような。遠ざかる。
あれ、サルガン石さんの白い雲のように歌いました。今違います。違いますか、いるよ。あ、これ。暗い。暗い。42。ここをつけると何かが起きる。あっ、あ、なんか、直したいなぁ。すげえ直したい。あ、今度それ。それをどこかに、あ、うるさい。どこかにできる。後ろ書いてない、書いてない。あ、後ろ、布団、あ、見れないかな。あれ、この、あ、布団持ってきたやつ、これ持ってきた。でもこの布団なんか、カランカランしますね。あ、布団のとこには何もなかったですか。あ、来てんのか。なんかさっきのレイアウトと同じにしたい。ああ、上に書いてある。上に書いてあった。14。うん、やべ、音立てたから来ちゃった。あ、音、なるほど。今じゃ音立てたらもっとやばいですかね。やばい、うん。でも入ってくるのか。入ってきますよね、それね。あとはホマですね。なんでリキさんなんで切れてないですよとも言ってないのに。入ってこない。いや、ちょっと言わないですよ。入ってこない。よくわかりました。切れてますか切れてないですよ。言いますけど。入ってますか、入ってこないですよ。言わないでしょ。すごい。さすがお侍さんですね。いや、あれに気づくとは。イニシエ3。イニシエ3ですから。何のモノマネかと思いましたもん、だって。次、14ですね。14。あ、え、どこだろう。あと近づいてきた。まあ、端っこ行きながら行けばいいから大丈夫ですよ。大丈夫、 OKOK。 よしよし。あ、また遠ざかった、うん、形変えるぞこれも長州力さんですけれども、ね、なんですか、飛ぶぞみたいな飛ぶぞ的な感じ。12ですね。12、あ、13、14。あ、来てますね、来てますね。いや、ちょっと来てます、切れてないですよ。なので、13、これ、あれ、止まってる。あ、歩いてますね。なんだ、武藤か。いや、武藤じゃないですよ、あれ。青鬼ですよ、あれ。あれ、青鬼なの？あれ、青鬼ですよ。あれ、武藤じゃないですよ、あれ。そうなんだ。武藤。シンプル。武藤かと。武藤じゃないですよ、あれ。え？ほら、見つかってますよ。武藤じゃん。武藤じゃないですよ。何つかこれ。今の確かに何ですかですよね。何だ、見つかったの？わかんないです。いや武藤とかいうやつやってたからです。あ、戻ってる。これ14だからでもすぐじゃないですか。まあ、これこっちじゃないですか。違います。まっすぐだよ。まっすぐですか。ん？行った？行きました。あ、あ、そっか。11。ちょっとスタートか。面白いね。13、14ですね。そっか、さっき13でやられちゃったのか、もうちょっとだったんだね。はい。さあ、どうなる？おー、クリア。おー、で、何かが入っとかないのかね。いや、ありそうですけどね。え、上かい。上じゃないと思うんですけど、もう開いてん、ありますね、1747。おー、どこ見てんだ。
これだ。続くんすか。これじゃない、いや、飽きるまでお付き合いください。気に入ったんですね。うん、気に入ったと思う。じゃあ、あっちの、これ。そうですね、あの、金庫のところに。武藤に見つかんない。武藤じゃない。青鬼ですよ。誰と見間違えてるんですか。あれ、あ、いますね、いますよ、いますよ、いますよ。いるいるいる。あ、曲がった。お、曲がってました。曲がった、武藤はバカだな。武藤じゃないです、だから。あんなバランス悪い武藤いたら怖いですよ、って。膝引きずってたからさ。ああ。いや、膝、引きずってました。引きずってましたそもそも。5人ですね。あ、ほんと、そっか。戻ってきてないよね。いや、あ、そうだ。母だから、戻んないんだ。うん、一方通行で行ったりとか、こっちはないくないですか。逆側。逆側かもしれないです。ここじゃないです。ここじゃないですね。ここじゃないですね。あっちの端？あっちっすと、まあ四隅のどこかにあるから。うん、右曲がってほしいね。さあ、どっちだ？右でシャイニングウィザード。いやいや、武藤、武藤じゃないですし、膝全然。武藤じゃないよ。武藤じゃないって、膝引きずってないでしょ、だって。あ、右、あ、戻ってきましたよ。あ、見てる。あ、右行きます。右でシャイニングウィザード。右でシャイニングウィザードしないですよ。あれ大丈夫、うん、こっちは大丈夫だと思いますが、一応見てみましょうか。あれ、いない。あ、もうまた曲がったと思いますよ。あれ、ここじゃない、こっちじゃないの。こっちじゃないですね。じゃあ、あと2箇所どっちかじゃない。あそこの先かな、うん、あそこの左が一番最初だね。あ、じゃあもう逆側に行かないといけないですね。うん、シャイニングウィザードだな。ないや、それ使い方違いますよ。シャイニングウィザードだなっていう使い方はないんですよ。あれ必殺技なんで。あれ、おさまちゃん切れてる。いや、キャッタないなさ。うん、キャッタな、うん。よかったわ。俺切なかったは大したもんださ。うん。うん。まさか広がるんですか。広がりはしないよ。あ、こっちの、こっちの先か。11だから。あ、うん、あともう金庫のとこですからね。うん、あ、そっか、こっちが金庫で、逆側がゴールか。来てる。いや、来たな。来てるか。来てる。来てる。あ、来てますね。来てます。切れてないですよ。来てないですよ。来た。あ、あ、来てないな。遠ざかったかな。武藤いないね。うん。もう武藤じゃないですけどね。よし。おっしゃ、やったー。何も？H747 ですね。あれ？あれ？え？ 1747 です。おい、なんだと、え？間違ってない。え？ 1？ 俺、カチャって言わない。あれ？あ、違う。1？7？ え？あれ？あれ？あれ？どういうことだよ、これ。14のとこに書いてましたよ。もう一回14。もう一回14のとこ。もう一回行きましょうか。14のとこで。こうでしょ？ 01。あ、01747か。5桁だ。ん？すごい。すいません。ほんと。まあ、シャイニングウィザードだよ。これは、いや、でも、リキさんだったらリキラリアットだと思うんですけど。
よし。5桁か。5桁の方もある。まあ、ね、4桁だと勝手に思ってました。ね、うん、勝手に思ってましたね。あ、開いたー。おー、次行くよ、これ。はい。聞こえる。何の音助けて。キーナーた。縦読みは何にも意味はないです。コーンス、エノケ、ルオンテ。で、何にもヒントではなさそうですね。おー、びっくりした。よし、よし、行こうか。音。音。音。ん？あ、また。開けて。おら、地下。怖い。ちょっと変わりましたね、雰囲気。部屋もなんかちょっと砂利の感じ。変わったね。最初はいないか、大丈夫ですか。うん。ここは行き止まりなんですね。あ、逃げるの大変そうですね。うん。あ、そっか、隠れる場所か。場所がわかんない。トゲ、トゲじゃない。ナイスだった。わぁ。迷路みたいな。とりあえず、ここは何にも。端っこ。なんか落ちてる？違う。落ちてない。とりあえず、あ、ここは進める。あ、なんかある。何かが。これは。何ですか？なんか、なんか粒みたいな。なんだこれ、粒。コーラックかな、これ。なんでここで、腸の薬が。あ、全部拾える。全部拾える。これを何かに使うんですかね。あ、使えない。拾えない？拾えない。そうですね、1個しか今、拾えないですね。それを何かに使っていくっていうことなんですかね。つけるんじゃない？あ、無糖に。無糖にぶつけても何のダメージにもならない。こっちに使えそうなところはないのかな。どっかに使えそうなのがありそうだけど。んこの奥行ける。あ、ただ奥。うん。一番奥。あ、一番奥、まあ、続くか。まだ続きそう。まだ続きますね。もう結構続く。うん。いいな、ね、これ逃げるの大変そうだなぁ。これちゃんと、ま、ゃったあ、コーラ。あ、メントスコーラあ、YouTuber。どうすんのこれ。いや、入れるんじゃない。やってみる。あ吹き出してる。あ、来た、なんか来たんじゃね。これで おびき寄せるみたいなことじゃないですか。その間に。え、バレてる。なんかバレてない。あ、無理。バレてる。無理だ。見つかりましたね。メントスコーラやって、4粒入れるのかな。いや、ああ、そういうことですかね。一粒ずつ。あれ、ヒントなんでしたっけ？音ですよね。音がなんちゃらって言ってましたもんね。音か？強い音だっけ？上です。上、あ、音がなんちゃらって言って、聞こえる何の音？助けて。あの間に戻ってなのか。4粒入れてみますか、じゃあ。4粒入れよう。入れるまでは出てこないって感じですかね。うん、入れたら出てくるから。あれ、もう1粒入れたっていうことになってるのかな。そうですね、今、1粒使った後ですね。あ、じゃあもう来てますね。来てどこに隠れるんですかね。作れたところどうですか。あ、でももう来てるから。あ、これ。あ、来る場所、来ない場所、考えないとダメかもしれないですね。なんかさっきまでだったら、あれじゃない、ロッカーがあってさ、そこに隠れればセーフみたいな感じだったけど、うん、それがなくなってるんだね、ちょっとだから。うん、難しいバージョン。そう、どこに隠れるかとかも考えないといけないっていうことだよね。メントス入れた後のことも考えないといけない。うん。メントス入れてダッシュでね。メントスダッシュ。で、どこにこう、
隠れて巻くかっていう、あっちだもんね、あっちのエリアだもんね。そうですね、うん、結構遠いから、うん、こっちのあっちでしょ、うん、近いな、うん、近い、止まった、止まったポイントどこだろう、向こうのエリアを行ったり来たりしてるのかな、うん、そうね、うん、トコメントス左、あ、ちっか、お、近いっすね、近いっすね、え、どこ、え、怖、めっちゃ近い、大丈夫かな、大丈夫、暗いとことかだと見えないとこあるんですか、ない、ないですよね、うん、止まって方向転換、どこにいるんだ、来てません？怖いなぁ、あ、うん、大きくなってんのか、ちっちゃくなってんのかわかんない、あ、あれ見つかった、あこれどうよく見えた、あ、どう来ますよ、あ、そっちから、あ、そっち回ってこれるんだ、やばい、あ、あ、終わった、あ、ダメだ、うわぁもうだからもう捕まるの覚悟で入れちゃえばよかったのかもね今、あーあーね、あーなるほどね、あまりに無理やりじゃないですか、うんね、なんかゲーム実況っぽくないよね、なんか入れてやられて入れてやられてのなんか作業ゲーみたいになったらダメだもんな、そうですよそうですよ、うん、そこはなんか見つかってる、そこはちゃんと来てる来てる来てる、ちゃんとプレイで見せないといけない、プレイでプレイでプレイで見せるんだ、頑張れ、見せプレイ見せプレイ見せプレイ、ドア閉めドア閉めドア閉め、まだ来てる、来てるっしょ、あ、カメラ登るんすかね、登るっしょ、あ、でも大丈夫っぽいですかね、上までは来ない、セーフティーゾーンみたいなのあるのかな、うん、これかな、あ、ここ、あ、ここかもしれない、お、帰ってた、あ、行きましたね、 あれ、いる、まだ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 います、まだいますよ、まだなんか足っぽいのが見えた気が、うん、まあ、多分曲がってすぐのとこいますね、うん、うん、いますね、あれ、今ってもうなんか粒持ってるんですか、粒アイテムで、あ、持ってるんですね、じゃあ入れるとこからだ、ちょっと待った、あ、どっちだろう、常に後ろを取ればいい、あー、なるほど、うん、背後、背後やったら見つからないですもんね、こっちの曲がっていくところが、ここ左が確か抜けてるところじゃなかったりしたっけ、あ、そうっぽいですね、うんうん、あ、こっちが向こうのゾーンっていうか、うん、かで右右奥ぐらいのところにコーラがあるんですよ、ね、そう、あれ似てる、見てる、見てますね、あ、そこ行き止まり、さっきのとこ違う、壁すごい、何がどうなってるのか、めっちゃ壁ですね、あっちが悪いとったんじゃないですか、ついていく、基本ね、基本ついてた方がいい、うん、あれ、あ、見失った、見失うと怖いね、あ、いい、こっち見てる、こっち見てる、あ、さっきここで見つかったんだっけ、ここで見つかりましたね、うん、あ、で、逆から、うん、今やった入れれるんじゃないですか、あ、バレるわ、あ、入れちゃい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 、いけー、よっしゃ、あれ戻ってった。あ、あ、うまくうまくいけたのか。お、助かった。お、うまい。いいっすね。なんか結構最短ルートで戻ってきた感じが。今のルートをもう一回使いたいですね。ね、まあでも今急いでたから多分無理だと思うんです。再現性はないと思う。
これ今あれですよね。全部のこのメントスみたいなやつを入れようとしてるんですよ、ね。そう。今そうですよね。そしたら何かができるかもっていう。かも。それでデレデレんで。だって。なるほど。それしか今のところできることなさそうじゃないですか。うん、そう。そうなんですよね。わかる。たまたま。はいはい。正しいよ、俺たちは。まあまあ、お三方のやっぱ信じた道を。あ、違うのかな、ね、入れれるところあるってことかな、他に。え、でも、もう入れちゃった。コーラ入れちゃった。いや、でも、戻ってこないってことでしょ、うん、だから。危ない。あらこっち来てる。どうしよう、どうしよう。近いですよ、近いです。あ、逆側で逆側で。あ、走っちゃ。バレた。入れちゃう、入れちゃう、入れちゃう、入った。あ、やばい。逃げろ、逃げろ。あれ、巻いた。俺ね、もう覚えたのよ。まあ、すごい本当に覚えてる。ラスト一粒。ちっちゃく、ちっちゃくて、誰さあ、どうなるんだ会ってた、会っているのだろうと信じたいけれども。そうですね。うん。これで違ったらもう、メントス戻ってこないしな。そうって、うん。そうですね、メントス使っちゃったんだ。使っちゃったから。あそこの金網で待っててっていう感じかな。今、多分金網中ですね。ね、あ、ちここにいるってこと？いるんじゃないかな。おお、そうだよね。あいつだった。ほら、見つかる。がっつり、がっつり見あ、あ、いけ、あ、いける、いけ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 、よし、全部入った。見つかってる。見つかってるなぁ。逃げる、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 逃げる。あ、すごい覚えてる。おー、すごい、すごい、すごい。え、すごい、マップ覚えてる。え、どうして、どうした、すごい、すごい、どうした奇想本能がすごいね。俺、このぐらいだったら覚えてるけど。このぐらいだったら。このぐらいここまで閉じてる。すごい。俺、このぐらいだったら覚えてるけど。すごい。これはいけるんですね。すごい。あれ、トレードリーンってなった？なってないと思います。はい、だから違うのかな？もう一回コーラちょっと見てみませんか？そっか。全部入れだし、なんか中身確認したいですね。音がって言ってましたもんね。うん、だってこのヒントで。うん、音、あんまり変わってるようには思えなかったんですけども。まあ、メントスをね、全部入れましたと。うん。今のところできることは、うん、そうなのではないかと思っておるが、戻ってる最中でしょ今。こっちはもう何もない、何もないので現場ですね、うん、あとは現場に行ってみましょう、うん、あの金網のとこでよう見つかるけど、よく巻くなぁ、すごいなぁ。あ、近いですね。どっちだ？どっちだ？どっちだ？あ、向こう、ちょうど。うまい。あ、向こう見てる。見てます、見てて。どっちに、こっちから戻ってくるんですね。ギャーってーあ、あの間にこう、後ろ回れねえのか。ここを行ったり来たりしてるんですかね。あれ？あ、どっか行った。曲がって、また金網のとこじゃないですか。金網のとこだと思います。うん、あ、金網してる。金網。そうですね。してるしてる。ガーデン。今度蝶野ですか？蝶野、あ、行きました。行った。行きました。これがどうなってるんだ。こら調べてみたい。調べれない。あ、あ、行ける。何もないですね。ならない。ガッテン！あれ、あとなんか、奥行くしかない。奥行きましょうか。うん、見てないところが。あ、終わりだ。終わりだ、これで。終わりだ、終わり、終わり。え？終わりだ、ほら。あ、ほんとだ。え、終わっちゃった。一個でよかったもん、先生。そうですね。別に、大丈夫でしたね、一個で。ガッテン！あ、そうだったんだ。赤嫌い。私と違うから。全部嫌い。もう赤。赤。うん、赤。赤嫌い。あれ、じゃあ1個でピロリロンって鳴ってたのかな。ああ、どうだ。星。星。
鍵かい無限大。無限。これで、開く。ああ、そこ、音、対応してるってことですね。はい、で、こうだ。逃げてなあ、コントローラー捨てるからああ。ちょっと。今なんでコントローラー捨てたんですか今。諦めた。諦めたね。いやもう。ちょっとアメリカ的な驚かしかった。びっくりした。びっくりした。びっくりした、今。びっくりしましたね、今。また来るよ、もう一回。来ますよね。コントローラー捨てないでくださいね。で、それで巻いて先進むってことですよね。よしよし。あ、あれ閉じたらダメなんですかね。あ、扉がありましたね。しかも。あ、こ嫌い。あれ？え？あ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 じゃない。ギャッて！あれ？あ、と、あ、閉じればいいのか。これも演技なんだ。演技だよ。あ、これ演技？これも演技なんだよね、もちろん。面白い足んなかったなと思って。あ、面白い。あ、なるほど。わざとですよね、これが。そうですね。あ、ここ星だからあっちが開いたってことか。さっき。あの星をやることで。そうだ、ここが開いて、ここ閉めればいいんだよ。閉まらない閉まらない終わりだ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 いつものゴージャスさん。いつものやつや。終わりだよ。戻ってきたよじゃないんですよ。で結局巻かないといけないってことですね。うん。待って。じゃあその星左はダメでした。いや赤嫌い。赤じゃない方。赤じゃない方ですね。はい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 。オッケーオッケー。赤じゃないだっす。急にまた戻ってきた。いやリキさんの時の方が、ね、調子良かった説あるんですよ。あなるほど、それでまたちょっと調子良いの。赤じゃないよほら。赤赤じゃないぞ、左ですよ。赤じゃないよほら。左左左左左。赤じゃない。左左。左あいいですよ。いや赤じゃないよ。左左。お走る走る。赤じゃないよ。走る走る。こっち赤じゃないよ。赤じゃない方ですよ。さっきのところ曲がるだったと。あ、こっちじゃない？あ、ここ当てる、いけるいける？うん。どっち？あ、いいのか。あれあれ違ったんじゃないか、これ調子どこ見てんの、まあ、あちょっとぐるぐるしないで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 あレバーあるよ。あった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 よ。ぐるぐるするから惜しかった惜しかったっすよ。多分惜しかったわ。時間結構ありましたからね。うん。焦んなくていいんだよ。みんな思ってます。みんな思ってました。みんな思ってました。みんな思ってました。あ、そうなの。多分ね、ご本人もね、行けたって思ったと思う。うん、ここ、迷路だけで、あとはもうドアがあると思ってたから、ちょっと。そう、うん。で、急に、網が出てきたじゃん。だからちょっとパニックになったっ。想定外でした。おぉどうだよ、おい、行くぞおぉあ、力だ。力だ。うわ、トマス、トマス確かにあの、うん、赤が手前にあって、白曲がるとことか、ちょっとね、うん、つまずきそうなところ、ね、こっちはわかるじゃない、うん、うん。こっち、手前ね。手前、そうだよ。ゴールかと思いますよね、これね。確かに、うん、確かに。これは、いいね。ここいいし、やっぱ、走ってると見落とすね、やっぱり。うん、うん、うん。あ、もうちょっとだったんだ。やったで、隠れると。鍵？あ、鍵あるね。あ、え？テーブルの上にありますね。おほんとだ。だからもう、もう。うん。もうすいやだからここの迷路が難しかったんじゃない？どっかで隠れられなくて一息で行かないといけない。あ、うん。あ、うん。形変えるぞ、これ。よっしゃー。けっ。ああ。で、お父さん、母さん、妹、あいたい。狭い、狭い、狭い。お父さん。飛ぶぞ、飛ぶぞ、飛ばない、飛ばない、狭い狭い狭い、3文字であれば何でもいいわけじゃないんですよ。面白いこと言ってないですよ今。確かに確かに長州さん変なところで笑うとこあるけど。そこを寄せたんだ今。飛ぶぞ。あれ、あ、書いてましたよ。あ、なんか書いてある。彼に書いてましたよ。ごめんなさい。ごめんなさい。ください。
なんだ許してあげて。うん。なんだあ、もうない。もう一個ありましたね。あ、ここにめっちゃか、ごめんなさい。ごめんなさい。許さない。ごめんなさい。許さない。狭いさ。許してあげて。お父さん、お母さん、お姉ちゃん。妹？お姉ちゃん。妹。妹。あ、妹だ。うん、お藤波。藤波はいないですよ。ドラゴンはいないですよ。藤波いないの？藤波いないですよ。どこ行ったんだ、あつは。いや、あの、多分麻布で犬の散歩してますよ。あれ？え？何ですか、これ。え？あれ？え？え？え？あれ？え？え？何ですか、これ。何？え、めっちゃゆっくり。歩いてますか？私です、私です、これは。私ですか？え？なんでゆっくりなった？私が、青鬼だったんです。そういうことですか？え、急に？え？え？うわあ、第一章！一章クリア！あ、一章！おお、え、この右のアルファベット何ですか？これあの、評価ですね。あ、この評価。クリアするときに、なんかまあ、A ランクから、A ランクからかな？なんかちょっとあるんですけど、の E ランク。B、C、D、E。E, B, C, D, A でしたっけ？バラバラ。うん、E, B, C, D, A ですね。あと、あとで、じゃあ、1、1。いや、どこの国の？いや、どこの国これで一章クリアですね。一章。おー、はい、あー、全然、いいカロリーの消費だな。これが何章かあるってことか。そうですね。10面まであるってこと、あと20面やらないといけないってことか。あ、全然。全然いけますよ。いけます？いけてますか？いけてないです。ああ、長くて切れてるのかなと。これでいけますよ。あ、いけます。いけますね。午前中終わっちゃいましたけど。終わっちゃいました。だから3時間でしょ？3時間、3時間、3時間で考えるから、ね。ギリギリ。ああ、昼飯抜きです。マジで。飯食いながらやろうぜ。確かに。オッケー、オッケー。はい。はい。ということで第1章終わりました。はいはいはい、もうコツ掴みましたね。私そうですね、トントントンでいきました、はい、逃げ方すごかったです。うん、うまかった。やばかった、すごいうまかった。もう全部入りますから、あの、私ちゃんと空間認識能力高いですから。おー、はい、あらら、はい、これは頼りになりますね、はい、ということで次回はもうスイスイクリアしますんで、面白さゼロで頑張りたいと思いますんで。いやいや、面白さ、面白さ、入れてきました。それはちょっとずつ作っていきましょう。面白さないです。あれ、もう一人、もう一人の、もう一人の人が出てくる。やってる気持ちいいね、これ。うわ、それもいい。さんの気持ちが分かったよ。さんの気持ちが分かった。なんかその方が、その方がしかもスムーズにいけてたような気がするので、ね。入ってくるから、怒れないでしょ、長州さんだって。いや、もちろん怒れないですし、うん、なんかあの黙ってこうやられるよりかは、なんか長州さんってブツブツやられてた方が確かに見れるなと思いました、うん、次回はどんな長州さんがやってくるんでしょうか、はい、何人でバリエーション何個かんでて、ここまででございます。次回お会いしましょう。バイバーイ。みんなご視聴どうもありがとう。チャンネル登録はそれ、ここ。メンバーシップはそれ、ここ。次回も面白さレボリューション。バイバーイ。